かのように腐ったみかんを大手門の中に置いていくわけにいかない。まだ少しは可能性があって頑張ろうとしているみかんも腐ってしまう。私の意思としては専任としてこのまま継続するという意思には変わりがないので、今後これ以上の再職勧奨についてはやめていただきたいと考えております。あかんやないのということで再職勧奨してるわけです。それを乗り越えてくれな、乗り越えだったらで、昨日の話でも、もう今後退職勧奨やめてください。あかんのやんとってくれ。失礼します。失礼します。役員からの、はい、退職勧告をします。はい、私や出すまく、本当にデータの裏付けもなく仕組みが浅く幼いと見え、向上心が見受けられない、この島に持ってですね、退職勧告書を渡します。はい、